この作品は AI ガウディサスティナブルアーキテクチャーというものでスペインのバルセロナにある世界遺産にもなっているサクラダ・ファミリア,ミリアはアントニー・ガウディが設計した代表的な建造物ですが1882年以来140年近く経つ現在もいまだに持続的に建設中です。 このサグラダ・ファミリアの正面の生誕のファザードという部分は当初着色する予定だったんですがガウディの死後実行されることはありませんでしたその色彩のパターンやデザインは未だに未解決のものです、まあ、この作品ではこの未解決の色彩について AI を使って新しい可能性を提示していますガウディは複雑な構造物に色をつける時き陶器を細かく砕いて モザイク状に貼る方法をよく使っていました。これはトレン・カディス法といわれる基本になっているわけですがこのトレン・カディスをシミュレートするためにランングトンのアリといいう手法を使いました。これはセルオートマトンの一種で格子状のセル内を歩き回るアリをイメージしてもらえればいいんですけどもアリは今自分がいるセルの色を見て右に行くか左に行くかを決めるという非常にシンプルなルールに従って動いています。 注目をすべきなのはルールは非常にシンプルなんですがあるいはとても複雑な模様を描くということです、まあ、全くのランダムでもなく単なる同じパターンの繰り返しでもなく、まあ、複雑な生命現象のごとく実に豊かな装飾を作り出しますまるで生きている生物のようなので人工生命アーティシャルライフ A ライフと呼ばれることもあります 試行錯誤をしながら制作する建築家のように持続的に構造物を着色し続けるこの AI が作り出す色彩豊かな桜田ファミリアをぜひごゆっくりとご観覧していただければ嬉しい限りです。